いやー、40代になってから清潔感みたいなものが徐々に失われつつあるのを感じてるんだよな。そろそろどうにかしないとな。最近メンズ美容みたいな言葉があるけども、ちょっとこっぱずかしい感じも正直するんだよな。だけども最低限第三者から見た時に不快に思えないぐらいの清潔感は整えておきたいんだよな。ズボラな自分にも簡単にできるようなサクッとしたメンズ美容について誰か教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、40代からのズボラメンズ美容のすすめというテーマでお届けをしてみたいなと思っています。冒頭にもお伝えした通りですね、40代を超えてからなんかこう清潔感みたいなものが徐々に失われてるなと感じてる方少なくないかなと思うんですね。何を隠そう、僕自身がそうなんですね。現在42歳ということで、スタイリストとして独立した頃は27歳でまだまだ若かったんですが、気づけばですねいい年齢になっているわけなんですね。そうなると20代の頃はあんまり気を使ってなかった美容に関してもなんかちょっとやらなくちゃいけないのかなという意識がですね、30代後半ぐらいから徐々に芽生え始めてきまして、40代からですね危機感に変わってきたわけなんですね。なんかくたびれて見えるな、清潔感が漂わないなとか、そういったことをですね気にしている大人世代の方は多いかなと思います。そこで今回は40代以降のメンズ美容についてちょっとお話をしてみたいなと思ってるんですね。ただ僕はですねメンズ美容の専門家でも何でもありません。一人のですね生き落ちを目指すただの一般人に過ぎないわけなんですが、だからこそお伝えできることもあるかなと思うんですね。専門性が高い情報もいいんですけども、あまりにちょっとマニアックすぎる情報だとそこまではちょっと手間もかけられないんだよなとか、ややハードルの高さを感じてしまうことも少なくないかなと思います。僕自身もですね2児の父として自分自身にかけられる時間というのがかなり少ないんですね。その中でドタバタとですね日々スキンケアだとかメンズ美容について最低限のことを抑えてるわけなんですが、僕と同じような感じの方も多いかなと思います。そこで僕自身が普段やっていることをですねお伝えしながら、専門性には欠けるかなと思うんですが、リアリティのある情報をお伝えできればなと思いますので、よかったら参考にしていただいて、これを皮切りにですね他の方の動画とかを見ながら掘り進めて、皆さんなりの手間がかからないですねメンズ美容の方法をですね開拓をしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションですとかその周辺の情報をお届けしていますので、よかったらですね皆さんもチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね具体的に40代からのズボラメンズ美容のすすめということで皆さんにですねお話ししていきたいなと思ってるんですが、トークだけだとねなかなか分かりづらいところもあるかなと思ったので、もう最初の段階でメンズ美容に関わるものをですねどんとここに並べてみたわけなんですが、あまりに量が多すぎて自分でもちょっと引いてるんですね。こんないろんなことをやってきたんだなというですね一つの歴史が並んでいるわけなんですが、ちょっと量は多くて恐縮なんですが、さらりと皆さんにご紹介をしていきたいなと思います。冒頭にもお伝えした通り、僕は専門家でも何でもないので、あくまでですね経験値としてざっくりとしたことしかお伝えできないんですが、そこら辺ちょっとご了承いただきながら緩い感覚で見ていただきたいなと思います。まずはですねお風呂入るじゃないですか。お風呂入る時に気をつけてるとこで言うとですね、まずは頭から洗いますよね。その順番でいきましょうか。でシャンプーで何使ってるのかというとですね、長らくこのマーロですね、このマイルドウォッシュってやつを使っています。マーロはですね結構有名で、モノクロさんとかでもですねいろいろと評価されているのがマーロのシャンプーなんですけども、通常のバージョンではなくて、僕はですねこのマイルドウォッシュっていうですねちょっとこう洗い上がりとしてですねちょっとソフトな感じのものを使ってるんですね。洗浄力が高いシャンプーもいいんですけども、頭皮が荒れたりだとかあんまり強すぎるのは個人的に好みではないので、マイルドウォッシュぐらいがちょうどいいのかなということでこれ長らく使っています。これにしてからですね何か劇的に良くなったっていうのもあるわけではないんですけども、頭皮も荒れなくなったしすごく安定感があるので、これぐらいのこうマイルドな感じがいいんじゃないのかなと思います。アミノ酸系洗浄成分配合ということでね、潤いも出しながら敏感頭皮を優しく洗うというコンセプトで使っていますが、これをまずは使っているというところですね。でリンスに関してはちょっとですねケースが別のものになっちゃってるので今回持ってこなかったんですが、こちらですね同じくマーロのデオスカルプトリートメントですね、これを使っています。
ています。今 Amazon で見たんですけども、もう5回ぐらいリピートしてるので、まあ、しばらくこれ使っていきたいなと思います。ただですね、僕リンスっていうのは毎回使うっていうよりは週に 1,2 回ぐらいのペースで使うぐらいなんですね。まあ日常的に髪の毛をですねサラサラの状態にしたいとかっていう欲望があんまりないんですね。なのでたまにこう髪の毛きしんできたなっていう時にはリンスを使うようにしてるんですが、いわゆるこう女性が使うような髪の状態をですね美しく整えるようなリンスではなくて、スカルプケアですね、このあたりもですね意識したようなリンスが、まあ、男性にはいいのかなということでこれを使っています。髪の毛だけではなくて頭皮環境も含めて整えてくれるのがこちらのですねマーロのですねリンスになっていますので、女性用のリンスだと頭皮につけないように気をつけると思うんですが、こちらに関しては頭皮ごとマッサージするような形で使っているのですごく気持ちいいですし、香りもすっきりとしていて爽快感もあるので、僕は男性のリンスはこういったものを1本あってもいいんじゃないのかなと思います。まあ値段もですね1100円ということで高すぎないのがいいんですよね。まあシャンプーだけでも実は僕めちゃくちゃいろんなものを使ってきたんですね。もう本当に安いものからスタートして高いもの、美容室専門のものだとか、まあ有名ブランドのものとかも使ってきたんですけども、やっぱりですね毎日使うものに関しては気兼ねせずにガンガン使えた方がいいなっていうのが結論だったんですね。これズボラな僕自身にすごく合った考え方なんですが、まあ、もう僕メンズの美容専門家ではないので最高級のものよりも日常使いしやすくてそこそこ良いもの、それくらいで十分なのかなということで、マーロはすごく使い勝手がいいなと思って愛用しています。これ案件でも何でもないですからね、これ全部ですね自腹で買って揃えてきたものなんですね。結構 PR の依頼とかめちゃくちゃ来るんですよ、こういった類のもの。でも僕はそれ一切受けないようにしてるんですね。自分が使って良かったものしか皆さんにご紹介したくないので、全部これはガチで買ったものしかご紹介をしていません。はい、ということで、まあ、シャンプーとリンスをご紹介させていただきました。で、頭洗った後に今度ボディーソープで体僕は洗うわけなんですが、そこでですねよく使ってるというか、まあ、ここ数年はずっとこれですね、リデンのシャワージェル、まあ、ボディーソープを使っていますと。これがですね価格もねすごく高くなくてちょうど使いやすいんですよね。これも結構コスパ系かなとは思っていまして、価格が今 Amazon で見るとですね900円になっています。まあもっと安いものドラッグストアでも売ってるんですけども、これぐらいがいいなと思ってまして、まずはね香りがいいんですよね。なんかこうマリンムスクの香りということで海っぽさもあるんですけども、清涼感があってなんか独特のですね上品な匂いというのも感じられて、まずはベースの香りが好きなんですね。そして洗い上がりもさっぱりとしていてすごく使いやすいんですけども、いわゆる体臭だとか加齢臭みたいなものを抑制してくれるという効果もあるので、大人世代にはやっぱりそういった効果あった方が圧倒的に安心感があると思うんですね。残念ながら自分にこう加齢臭があるのかどうかって自分自身には分かんないじゃないですか。なのでそういった効果があるものをしっかりと使うことで最低限のケアをしておきたいなということで、まあこういったものを使っています。まあ香りもいいし値段も安くて使いやすいというところでは、まあバランスで言うとやっぱり一番いいなと思いますね。もっと高いものもあるんですよ。2000円3000円のものもあるんですが、気兼ねなくガンガン使える、このあたりもすごく重要だと思っているので、まあ、こちらをですね使っています。そして洗顔に関してはですね、これもいろいろと試しました。高いものから安いものまで、すごく試したんですが、僕はお風呂入るとき一人ではですね入らないんですね。子供たちと一緒に入ることが多くてもうわちゃわちゃしてるんですよ。その中で子供の頭洗ったりだとか体洗ったりだとか、もうあーでもないこうでもない言いながらもうバタバタで入ってるので、そんなに自分自身に時間がかけられないんですね。まあ、洗顔も泡を丁寧にこう立てて優しく洗うみたいなことはね、そんな時間ないんですよ。なのでもう最初からですね泡で出てくるタイプが最強だろうということで、一番よく使ってるのがこのキュレルの泡洗顔料ってやつですね。これがねやっぱり使い勝手いいんですよ。まあ、最初からまあすごくですねふわふわの泡が出てくるんですね。もう出しちゃいましょうかね、もうこれ出しちゃいましょう。こんな感じでかなりホイップ綺麗な形で出てくるので、これだったら肌への負担もですねかなり和らげられますし、まあすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。保湿成分もしっかりと入ってますし、これですごく肌綺麗になりましたっていうことはないんですが、バランス取れてるんですね。決して安くはないんですが、泡の状態でしっかりと出てくれて汚れもちゃんと落とせるというところではもう最高のですね洗顔料かなと思ってまして、まあメンズ専用ではないんですが、これはもう奥さんと兼用で使っているので、まあぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。
はい、あ、そういえば言い忘れてましたけども、これも結構大事だなと思っていまして、これ一番最初に使ってるかな、無印良品のマイルドジェルクレンジングっていうやつで、まあ、いわゆるですね、この洗顔前に顔になじませて、まあ、日焼け止めなんか僕毎日塗っていますので、それをですね洗い落とすということでこちらを使っています。まあ、これもですね決して高くなくてさらりと使いやすいので非常に重宝してますね。これとですねセットで使ってるのがまさしくこういった日焼け止めなんですけども、まあ、皆さんにもよくご紹介しているのでもうご存知かなと思います。ビオレ UV アクアリッチウォータリーエッセンス Q ってやつですね。これがめちゃくちゃ使いやすいんですよ。あ、これも出してみましょうかね。もう普段から使いすぎてもうほとんど容量ないんですが、割とこうとろみがあるタイプで、こう日焼け止めって伸ばした状態だと結構白くなったりするものも多かったりするんですが、白くならないしスッと馴染むんですよ。これがね最高なんですよね。今まで使ってきた日焼け止めの中で最も使いやすいので、これでもうこんなパチパチやんないですけども、これで日焼け止めはちゃんと塗るようにしています。もちろんですね顔もこう塗ってあげるんですけども、顔だけじゃなくてやっぱり首ですよね。首に年齢が出るみたいなことねよく言われるわけですよ、親世代から。だからそこはちゃんと気をつけておこうってことで、こうね首にもちゃんと塗ってあげて、こう耳とかにも塗り込んであげてっていう感じで日頃からまあ日焼け止めは使っています。でこの日焼け止めをですね、洗顔料だけじゃちょっと取り切れる気がしないので、そこでちゃんとオフしてあげたいということでマイルドジェルクレンジングを使ってるという感じですね。まあまあこれもね忘れちゃうことも結構多かったりして、なんだかんだで 2,3 日に1回になってしまいますが、基本はこれですねセットにするようにしています。洗顔と日焼け止めとクレンジングですね。はい、そんな感じでやっておりまして、でお風呂から上がってたらまずはですね化粧水を塗るわけなんですが、まあ、皆さんにですねよくご紹介しているところで言うとオールインワンジェルですよね。 DHC メンのですねスキンケアっていうところでモイスチュアルジェルってやつですね。これがですね、まあ、オールインワンという名前の通り化粧水と乳液あと美容液まで入ってるっていうような、まあ、すごくですね便利な一本なんですね。これ長らく使ってまして、10本以上ですね Amazon でも購入利益があります。ただまあここからスタートして、まあ徐々にマニアックになっていくわけですね。僕はなんかメンズ美容についてこだわっているっていうよりは実験をしたいなと思ってるんですよ。ファッションの専門家ではあるんですが、こうやって皆さんの前でですねカメラでお話をしたりだとかもするので、最低限の清潔感は整えておきたいという願望はあるんですが、まあ、皆さんに情報をシェアするためにいろいろと実験をしたいということで、まずはこれからスタートして、最近はですね化粧水、乳液、美容液ってところで3つ分けてるんですね。分けることで違いがどれぐらい出るのかなっていうところをいろいろと試してるんですが、あくまで肌感覚でしかないんですが、確かにですよ褒められる機会は増えました。なので、まあ、分けて専門性の高いものにした方が、まあ、よりですねクオリティは上がるかなとは思うんですが、まあこの価格帯上げるとですね大変なんですよ。まあ僕はですね今使ってるものをご紹介します。これ高くてなかなかですねちょっと今後続けるのはむずいなと思ってるんですが、今使ってるのは金棒のですねスキンハーモナイザーという化粧水ですね。これどうして使ってるのかというとですね、僕もですね YouTube 散々見るわけですね、情報集めまくっているわけなんですが、その中で僕の大好きで敬愛するですね小田切ヒロさんですね、そうよっていうですね小田切ヒロさん、皆さんご存知ですか？僕もねヒロさん大好きでよく見てるんですが、まあご紹介されたのはこちらのですねスキンハーモナイザーというもので、これすごくですね評判いいんですね。いろんな YouTuber の方やってるし、まあスキンケアの専門家の間でもですね話題になっているのでこれ使ってみたんですが、まあ正直なところですねめちゃくちゃいいとかっていうのがわからないんですよ。ただ肌の調子というかちょっと赤みみたいなものが僕はベースであるんですが、そういったものがだいぶ緩和されてきたなというイメージがあります。すごくしっとりとするとかそういった効果がなくて、割とこうパシャパシャとつけられる感じなんですよね。割とこう水分量が多いと言いますか、そんなにこうですねねっとりとしてなくて、かなりつけた感じもさらりとしてるんですね。まあ、つけちゃってますけども、こんな感じでまあ実際優しくやるんですけども、まあすごくですねさっぱりとしたあの質感でですね赤みも取ってくれて、肌の状態ナチュラルな状態で整えてくれるので、まあ、すごくいいなと思いつつ高いんですよ。なのでちょっとリピートするかどうかは要検討なんですが、ちょっとこだわりたい方はハーモナイザーすごくいいんじゃないのかなと思います。ただまあ化粧水に関しては無印良品のこのエイジングケアのタイプですよね。これがね結構使い勝手いいのかなと思ってまして、まあ、この
このあたりのシャンプーリンスとかの世界観ですよね。最高級とか最上級じゃなくてももうちょっと日常的に使いやすいというところで言うと、無印良品のエイジングケア、薬用美白化粧水ですかね、このあたりでいいんじゃないのかなと個人的には感じています。まあ、化粧水で水分を補った後にですね、蓋をする、その水分がこう逃げていかないように蓋をするという意味で乳液っていうのは必要だよというふうにですね皆さんおっしゃっております。なので僕も乳液はちゃんとするようにしました。本当にね、20代の後半ぐらいから化粧水って使ってたんですね。メンズ美容の走りですよね。まずはなんか化粧水から使い始めると。でも乳液っていうものは意外とつけ始めるのが遅かったですね。乳液こそ大切なわけなんですが、まあこういうのを使い始めたのは割とこう30代後半からですね。今使ってるのはオバジのですね、フレームリフトエマルジョンという乳液ですね。これまた結構 YouTube でいろいろと検索した上でこれがベストなんじゃないかということで使っています。これはですね、夫婦兼用で使っているんですが、こういったものは男性よりも女性の方が圧倒的に知識だとか体感ちょっとの違いみたいなものには敏感なんですが、かなりいいと言っています。僕はですねよくわからないですが、まあ、実際ですねこのあたり使うようになってから確かに肌の調子いいんですよ。なので困っちゃうところではあるんですよね。明確な違いがゴリッと出るわけではないんだけど、確かに調子がいいということで、まあ、バランスはすごくいいんじゃないのかなとは思います。まあ、何がいいのかについては細かくはですね、この、まあ、検索してみてください。いろいろ YouTube の中でもありますし、あとはウェブ上にもいろんな情報があるんですが、いろいろと研究した中でこの2つは確かに調子いいなということで僕も使わせていただいています。ただ先ほどお伝えした通り、まあ、コストパフォーマンスとか考えると、無印良品のエイジングケアのシリーズで40代以降はまず間違いがないかなと思うんですね。そのあたりの乳液を使っていただくのがいいんじゃないのかなと思っております。僕はもう実験だと思ってやってるので、毎回結構違うものを使ってるので、かえってよくわかんなくはなっているんですが、まあ、調子はいいのは間違いないかなと思います。そしてこの2つつけた後にですね、美容クリーム的なもの、まあこれもね、なんかまあとりあえずやってみようということで、カネボウのナイトリピットウェアというやつですね。これまたウェブですごくですね評判が良かったので買って使ってみましたが、まあ確かにですね良い気はするんですよね。まあ肌のシワだとかくすみ感っていうのはやっぱり僕ら世代は出てくるもんだなと思うんですが、割とピンとした感じでですね朝迎えれるようになったのはこの影響もあるのかなとは思っています。ただこれも激高なのでちょっとリピートはしづらいですね。これまた奥さんも兼用で使ってるんですが、確かにこれはめちゃくちゃいいっていうところで、奥さんもこれはこの2つはすごく喜んで使っているんですが、まあちょっと高いよねというところが僕たち的には結論としてあるので、まあリピートするかどうかは微妙なところではあるんですが、一応こう美容クリームみたいなジャンルもあるので、まあ好きな方はちょっとですね開拓してみるのもいいかなと思いますが、まああくまで化粧水乳液ですね、このあたりまでやっていただくか、もしくはオールインワンでもう全部1本で完結するか、このあたりでいいんじゃないのかなと思っております。そしてですね、まあこれがお風呂関連のことでやっていましたが、あとはですね例えば鼻毛ですね、これもね困ったもんで、ちょっと油断するとこんにちはしちゃうんですよね。なので定期的に鏡に向かうときにはこの鼻毛カッターですね、パナソニックの商品なんですが、今同じやつがあんま売ってないんですけども、こういったもの Amazon で似たようなものもいっぱいありますので、絶対買っていただきたいなと思います。で鼻毛もねこう入れるじゃないですか、もうすいません入れちゃって、このポケットみたいなところがあるんですよ、ここが一番なんかやばいので、ここが一番なんかこんにちはしやすいし、なかなかそこが剃りづらかったりするんだけども、これだと丸みがあるのでちゃんとですねこのポケットにスポッと入るので剃りやすいんですね。あとは結構手前の方の鼻毛がね剃りづらかったりするので、そんな時に使いやすいのがこの子なんですよね。これもパナソニックのですね、あの顔の産毛剃りみたいなものなんですが、まあ、全部概要欄にリンク貼っておきますのでそちら見てください。これで手前の方は剃っちゃうんですよね。入り口も結構目立ったりするので、この2本使いで鼻毛を徹底ガードするってことはかなり気にするようにしています。まあ必要なアイテムかなと思いますね。この産毛剃り結構使いやすくて、他には眉毛ですよね。眉毛もね僕はこの割としっかりとありますよね。しっかりとあるんだけども、ちょっとこうまばらにね剥げてくるところも出てきまして、実はですね1年前にアートメイクっていうのをやったんですね。まあ、いわゆるこう薄めのタトゥーみたいなものをですねこう1本ずつ入れるような施術をですね2回ほど通ってやりましたが、なのでまあだいぶ整っている状態です。ただこういうなんか無駄なとこですよね、生えてくるので、ちょっとまあやりますが、こうちょっと鏡がないので分かりづらいですけど、こういう目の上とかを剃ったりしますね。あとは眉毛がこうつながりそうになるんですよ。なので間もやってあげたりだとか、
あとは僕の場合は、ね、清潔感と一番ほど遠いやつが僕にはあるんですよね。ヒゲです。これソレオというね声がやっぱり聞こえてきそうなんですが、まあ、一つのアイコンとして定着しちゃってるので、いつそれを落とすかっていうところがなかなか決心つかないんですが、まあ、これも最低限のケアしたいので、例えばこのヒゲの下の方ですよね、唇とヒゲのこの隙間、こんな感じで整えてあげる。ちょっと今鏡がないので何ともわからないんですが、この隙間をやっていくっていう感じですね。まあ、ヒゲ伸ばした人あんまりいないと思うんですけど、ここの口からこの斜めに走るライン、こういう感じで、ここがあんまり長すぎるのも嫌だなと思うので、まあこの端っこの方はこうやって剃るようにしてますね。うん、こんな感じでやってます。まあ、いろんなことに使えるので産毛剃りはまあマストですね。まあ、あと顔全体のこういうところも産毛はカットしてあげるといいんじゃないのかなと思うので、ね、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいアイテムかなと思います。あとはですね、まあ、ヒゲ関連で言うとこういったヒゲトリマーみたいなブラウンのものなんですけども使用してまして、基本的にはですねヒゲの長さっていうのをこう細かく設定できるんですね。 0.5 ミリ単位で調節ができるので、例えば顎ヒゲに関しては4ミリぐらいで設定して、こんな具合で剃ってます。で口ひげに関しては3ミリにして剃ってます。意外とこれ毎日やってなくて 2,3 日に1回ぐらいしかやってないんですが、まあ一般の方がひげ剃るよりは全然手軽にケアできるのでこういったものを使ってます。であとはこれ使い道としては、僕横の部分って結構短くしてるんですが、あの美容室とか行って、まあ、1ヶ月ぐらいでまた次の回行けたらいいんですけど、そうじゃなくて結構空いちゃう時とかあるんですよね。1ヶ月半ぐらいすると結構横伸びてくるのでやっちゃってます。自分で10ミリにして、それでこういう感じで横を剃っちゃうんですよね。まあ、10ミリだとそんなになんか短くなりすぎないので、あの必要最低限のこれでですね長さにカットしてあげるとスッキリするので、まあそういった使い方もできるので意外と便利なアイテムかなと思っております。はい、こんな感じでムダ毛周りですかね。あとはまあこのパナソニックのボディトリマーで、まあいろんなとこやりますね。結構嫌なのがこの指毛はこっち使うかな。これでこの産毛剃り超便利で、これでこう指毛をカットしたりだとか、ここが長い男性見るとちょっと男らしいけどやや気持ち悪いなと感じられるだろうなってこともありますよね。僕は男なんで気にならないですけど、女性から見た時にちょっといかついなこの人って思うこともあるかなと思うので、こういう手のひらの毛とかはこれでやるようにしてますね。そしてあとはもうこの本体の腕に関してはボディトリマーですよね。シャッ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 と、これも1本あればすぐに終わっちゃうので超便利ですね。はい、これで腕だとか、あとはどこだ、すね毛をやったりだとか、いわゆるこう VIO の部分ですよね。あの全身脱毛するのもいいんですけど、まあ痛いしお金かかるのでこれ1本あれば十分かなと思って使っておりますって感じですかね。そしてあとは匂いのケアでいくとですね、まずベースはこのお出かけ前とか、できれば夜寝る前とかにこれつけといた方がまあいいと言われているんですけども、こういったデオドラントロールグランデってやつですね、無香性のやつを使っています。脇だとか結構このあたりですよね。なんか加齢臭出そうな感じするじゃないですか、わかんないけど、このあたりはちゃんと塗っとくって感じですかね。これをケアさせていただきまして、香り付けというかふんわりとした香り付けでは、これですね、ニールズヤードのデオスプレーレモン&コリアンダー、このタイプですね。これ何度かご紹介してるのでこれやって、であと服自体の香り付けっていうところで言うと2本あって、ファブリックフレグランススプレーってやつですね、これを使っております。リブレ横浜がオリジナルで開発したっていう、この香りがねめちゃくちゃいい匂いなんですよね。ビーチという香りなんですが、まあ、清涼感があって夏のこのなんだろうノスタルジックな香り、まあ、香水にもありそうなすごくいい香りなんですけど、くどくないんですよね。これをお洋服にかけると、そういった状態でほんのり洋服から匂いするぐらいの方が、まあ、僕はいいのかなということで、こういったものだとか、あとはですね、まあ、プラウドメンのですねこのスーツリフレッシャー、これも長らく使ってきました。重衣料とかジャケットとかにはこれなんかを使うことが多いですね。この2本で匂いのケアを行っておりますというところですかね。はい、一応香水みたいなものもあるんですけども、こういった2本ですね一応持ってますが、そんなには使うことがなくて、使うとしてもいわゆるこういう手首だとか、あとは首元とかにつけると結構僕気持ち悪くなっちゃうんですよね。香りがいいんだけど、どんなに良い香りでも四六時中嗅いでると飽きちゃうし気持ち悪くなってくるんですよね。なのでなるべくこう香らないようにですね、腰あたりにつけたりすることが多いですね。あと足首ぐらいにつけるとか、そうするとほんのり香り程度なので、まあそういった形で、マルジェラのレプリカですね、レイジーサンデーモーニングっていうやつを使ってます。まあ量はもう少なめでいいんですよね。しょっちゅう使わないので少なめのものを使っていますというところですね。
あと何でしょうね。あとはこのハサミ、結構これも便利で使っていて、これ Amazon で買ったんですが、美容師さんが使うようなちゃんとしたハサミなんですね。これリンク貼っておきますけども、耳周りとかもちょっとこう美容室に行く前とかに長くなってきたらちょっとこう切ってあげたいだとか、あとはもう前髪とかもちょっと邪魔だなと思った時にはこれで切ってあげると便利なんですよね。あとヒゲのこの端っことかもこれで切ったりするので、意外とこういったシャキシャキと切れるのですごく便利なんですよね。あと何がありましたかね。あと歯磨き歯磨きに関してはこれですね、まあ、いわゆるこう Amazon でもよく売ってる奇跡の歯ブラシってやつですね。これを使ってまして、独特の形状ですね。この山型になっていてですね、この真ん中部分が一番高くなっていて、ちょっとこうなぞるだけで汚れが落ちると呼ばれてるものですね。僕も去年めちゃくちゃこう虫歯が多く見つかりまして、ちゃんと磨いてるのになとは思っていたんですが、歯のケアもしっかりしなくちゃなってことで、こういった、まあ、なぞるだけで落ちるというものですね。これ使うようになってから細かい部分までですね綺麗に磨けるようになって、だいぶですね歯医者さんでもですね定期的に3ヶ月に1回ぐらい検診行ってるんですが、褒められる機会が増えましたね。ちゃんと磨けてるよと言われるようになったので、まあ、安くないんですよ。3本で1700円って結構高いですよね。ですがここはちょっとちゃんと投資をして、いい状態を歯をですね整えようと思っております。そして歯磨き粉ですね、まあ、ホワイトニング効果のあるですね、これはメディスっていうんですか、これもAmazonで買いました。ホワイトニング歯磨き粉ということで、これを使ってケアをしています。まあなんか真っ白にするのはなかなか難しいっすよね。ホワイトニングとかも僕は実際行ったんですが、まあ白くなりますよ。白くなるんですけども、それなんかずっとキープするのが大変で、僕はタバコとかは一切吸わないんですけど、コーヒー大好きなんですよね。そうすると着色するので、まあなんかもう日常的なケアとして歯磨き粉でケアをしていくっていうことプラスアルファと、あとは3ヶ月に1回歯医者さんに行って歯のメンテナンスしてもらうと、そこでだいぶですね色落ちるので、まあ、その2つで十分なのかなと思って、自然なですね色味を意識するようにしていますというところですかね。かなりお話ししましたが、こんな具合でですねメンズ美容に関わるものを全部持ってきました。まあ本当にですね、まあ、皆さん聞いていただいて分かったと思うんですが、ズボラです。そんなにこだわってはいないんですが、それでも結構こんな感じで色々と揃ってきたので、まあ、皆さんにとってちょっとでも参考になる部分があったら嬉しいなと思ってます。また皆さんの方でもこんなところをこだわってるよとか、こんなものを使ってるよっていうのがあったらですね、コメント欄に書き込んでいただけたら嬉しいなと思っています。ということで今日は40代のズボラメンズ美容のすすめということでお届けさせていただきました。よかったですね。こちら参考にしながらメンズ美容を楽しんでいただき、まあ、清潔感を最低限保ちながらですね日々の生活を健やかにですねお過ごしいただければなと思っています。以上スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。